どうもクーピーチャンネルです。今年一番暑い日に車中泊してます。もうねアホでしょ。やっぱり夏も車中泊楽しみたいんです。そんな気持ちからポータブルクーラークレクー3と超大容量のポータブルバッテリーデルタプロで一晩使えるか車中泊しています。目指しているエアコンシステムは外部電源なし、長時間作動、簡単に取り外し可能なシステムです。そのためクレクール3は排気システムを DIY し、後ろの窓から排熱、吸気、2本のダクトを設置しました。電源をつけお風呂行ってる間1時間放置しました。すると約30度の外気温の中、車内は 22.9 度、マイナス 11.1 度下がりました。ダクトの気密性を高めるために取り付けた嫁のヘアバンドが効いたようです。嫁ありがとう。これでキンキンに冷えた車内でお楽しみの宴ができそうです。気になるのが車内冷えた状態で何時間使えるのか。バッテリーなくなるまでクーラー使ってみます。超大容量ポータブルバッテリーデルタプロ、なんと3時間で充電できそうです。そちらも試してみます。車中飯で気になるのが、熱の出る調理してもクーラー効くのか。車中飯でフライパン使ってみて温度調べます。クーラーの音しますんで寝られるか実際に体験します。そして夜冷えるのは分かったんですが、日中ですよね、真夏の太陽が出ている時に何度なるのか調べてみます。夏でも車中泊したい、アホなおっさんの生態系を観察してみてください。それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。2時間ぐらい経って車内の温度が 22.2 度、ちょっと寒くなってきたんで温度を上げます。クレクール3なんですけど24度にしてみます。今クレクール3の消費電力は 36W にだいぶ下がりました。これは設定温度以上に冷えているんで、今クレクール3のコンプレッサーが止まりました。なのでほとんど電力かかってない状態になります。この状態が続けば消費電力はかなり抑えられると思います。で今ちょっと設定温度24度なんですけど、まだちょっと寒いんで26度にしときます。今1時40分なんで夜のだいたい3時間経ちましたね。それで残量が 70% です。もうめちゃくちゃ快適すぎてビールたくさん飲んじゃいました。でそろそろつまみ食べます。スーパーで半額のカツオのたたき売ってました。でこれつまみでいただきます。なんと398円で半額です。しかもこの量めっちゃお得ですよね。思わず美味しそうだったんで買ってしまいました。美味しそう、この肉厚。いただきます。ごちそうさまでした。いやめっちゃくちゃ美味しかったです。ビールとの相性も抜群でした。いやほんと気持ちいいですね。車内でこんなに冷えると思いませんでした。で今回クレクル3なんですけど、この配置にした理由がありまして、こんな感じでもうそのまま寝られるんですね。こっちがね圧迫しますんで今回は横にしました。やっぱり寝る間際にこのクレクール3移動さすの結構めんどくさいと思いますんで、この配置でしばらく様子見ます。デルタプロとですねインディのソファー、意外と間ができましたんで、これもしかしたらベッド展開できるかもしれません。ちょっとやってみます。大丈夫でした。これで普通のインディーのベッドモードですね、110センチこちら確保できます。横幅、いやもうせっかくなんでここの間も埋めてベッド展開しておきます。ベッド展開完了しました。かなり広々します。足元だけクレクル3がありますんで
ちょっと狭くなってますが、こっち側は広いんで熟睡できると思います。じゃあちょっと歯磨きして寝るようにしていきます。それではサイクルキャリアから布団ですね、持ってきます。それでは最後に温度とバッテリーのチェックをしておきます。温度が室内が 23.8 度、テーブルの上の温度計が 26.6 度、外気温が 27.9 度です。バッテリー残量寝る前で 66% ですね。でまた明日起きて温度とバッテリー残量を測ります。それでももうすごく眠たくなってきたんで、このまま眠りたいと思います。いやしかしめちゃくちゃ気持ちいいです。なんか家の中でクーラーガンガンに効かして布団かぶって寝る、そんな感じがします。ぐっすり眠れそうです。じゃあおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。現在の車内の温度は 26.4 度ですね。外が31.3 度まで上がってきました。結構暑いですね。 31.3 度なんですけど、中が 26.4 度なんで、かなりクリクールスに効いてると思います。バッテリー残量ですね、残り 25% までいきました。一晩持ちましたね。それではシュラフしまって朝のセッティングしていきます。いやしかし外気温が31度以上ある中で中が26度っていうのはかなりすごいですよね。普通エアコンなかったらもう多分40度ぐらいいってると思います。やっぱり日が照ってくると冷房能力はかなりきつきついになっていきますんで、この運転席の仕切りですね、ここ閉めて空間狭くして冷房能力を高めます。一応扇風機は中に入れてきました。車内の温度が上がってきました。 26.5 度で、テーブルの上の温度計がですね 29.3 度と、ちょっと暑いなーっていう感じがしてきましたんで、これクール3ですね。こちら今28度なんで、設定温度が2度下げておきます。で26度にしておきます。これで様子見ます。ちょっと調べたいことがあります。この車内でですね IH 処理器、それで調理するとどのぐらい温度上昇するのか一度検証してみたいと思います。ちょうどお腹すいたんで朝ごはんでベーコンと卵を焼いてみて測ってみます。26度ですね、車内が。そしてテーブルの上が 28.8 度、外気温に関してはもう 33.1 度まで上がってきました。クレクールの下にある冷蔵庫ですね、ここにベーコンと卵がありますんで取ります。ちょっとこの状態だと取りにくいですね。取れないことはないですね。それではベーコンをカットしていきます。これめっちゃ分厚いの買ってしまいました。まな板シートですね、敷いて切っていきます。ベーコンこんな感じで大きめに切ってきました。めっちゃ美味しそうです。あとはですね、これを IH 調理器で炒めていきます。このコンパクトなドリテックの IH 調理器にピコフライパン、こちらで炒めていきます。電源はこのデルタプロではなくてリパー600ですね、こちらで調理していきます。で今日はこのクックパーですね、これ敷いて汚れを防ぎます。調理する直前の今の温度が 25.3 度、でテーブルの上が 28.6 度、外気温が 33.3 度です。でこれで何度上昇するか確かめていきます。中火で加熱していきます。じゃあこれでしばらく加熱していきます。
うわ、美味しそう。かなりいい感じで仕上がってきました。卵入れていきます。うわうまそう。パン持ってきたんでこの上に乗せていただきます。うわ美味しそう。卵だけですね。塩コショウで味付けしておきます。さあこれで完成しました。ではいただきます。そして車内の温度なんですけど 26.9 度、やっぱりちょっと上がりましたね。そしてテーブルの上は 29.5 度、外気温は 33.7 度、 1.5 度ぐらい全体的に上がりました。外気温はそこまで上がってないんで、やっぱり IH 調理器使うと温度が上昇してしまいます。ちょっと暑くなってきたんですけど、まだ過ごせますんで、しばらくこれで様子見ます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。デルタプロの残量なんですが、残り 3% になりました。もう切れそうですね。あんまり 0% まで使うと負荷かかっちゃいますんで、もうちょっとしたら切りたいと思います。そしてクレクール3作動してからなんともう12時間経ちました。今13時間半動いてます。このクレクール3とデルタプロの組み合わせですね。一晩使ってみて感じたことなんですけど、音はしますが寝れないほどじゃないっていう感じでした。これは人によって分かれると思います。僕昨日お酒結構飲んだんですぐ眠れました。サービスエリアとかですね、高速道路のそこで、例えばなんですけど、エンジンがトラックとかがちょっと遠くでつけていて軽く聞こえるかなぐらいでも寝れる方は大丈夫だと思います。あとは料理に関してなんですけど、やっぱり締め切っちゃうんで匂いはかなりこもります。なので車中飯する場合はできるだけ匂いのしない食材、そして調理方法が必要になってくると思います。現状外部電源に頼らずにエアコンを一晩使えるのはすごいですね。しかも充電が早いんですよね、デルタプロ。この容量で3時間くらいらしいです。後で充電してみます。そして使ってみて感じたデメリットなんですけど、もう見たままなんですけど、やっぱり大きさと重さですね。動かすのはしんどいです。常に乗せっぱなしじゃないと辛いですね。でも夏は車内高温になるんで心配です。こんな感じで軽キャンピングカーにも乗せれないことはないんですけど、やっぱり軽自動車だとしんどいですね。他のものが乗せれなくなります。大きいキャンピングカーとかだったらめっちゃありだと思います。明日返却なんで、家帰ったらまたデルタプロ降ろしたいと思います。はい、というわけで今回とても満足のいくエアコンシステムが完成しました。本当よく冷えました。今回のクレクール3排気システム DIY やってよかったです。車中泊用には排気ダクト2本必要ってこんなにも YouTube で言い続けると、いつかメーカーさん作ってくれそうですよね。ポータブルクーラー作っているメーカーさん、車中泊用ポータブルクーラーよろしくお願いします。使用時間など検証結果まとめると、夜外気温30度、クレクール3設定温度17度、風量オート、1時間使用で車内34度から22.9 度、マイナス 11.1 度、日中外気温 33.3 度、クレクール設定温度26 度、風量オート、車内 25.3 度、マイナス8 度、13時間半連続使用できました。気になる騒音は車内 63dB、 車外 57dB でした。 60dB で家のテレビの音やデパートの店内くらいの音量なので、めっちゃ静かではないですが、控えめな騒音という感じで全然眠れました。合格ラインだと思います。さらに本体に消音対策すればまた下がりそうです。そしてポータブルバッテリーの進化すごいですね。 3600Wh まで来ました。まだまだ進化していきそうです。デルタプロかなり高額になると思います。自分もまだ発売価格は知らないのでリンク貼っておきます。余裕のある方のシステムになりますが、実際に13時間半という結果が出ました。これは防災にも役立ちますね。
そしてこの容量で充電時間3時間ということで家で試してみました。なんとインプット1300ワット以上出てます。見たことない数字です。充電時間20分でバッテリー残量 2% から 13% に増えました。 11% 増えましたね。この後ヤマト集荷の時間になってしまったのでこれ以上実験しませんでしたが、20分で 11% 増えたので単純計算で60分で 33%、 3時間だと 99% 増える計算になります。本当に3時間で充電可能ですね。今までのポータブルバッテリーの充電時間は何やったんやろって感じですね。すごいです、エコフローさん。これからも楽しみなメーカーさんです。また面白いバッテリーできたら貸してください。そして今はもうデルタプロ返して手元にないので、今後夏の車中泊で試したいのが1000ワットアワークラスのポータブルバッテリー2台のシステムを試してみたいですね。1台でエアコンを使いながらもう1台のバッテリーで充電したり、昼だったらソーラー充電も面白そうです。クーラーの排気システムももっと片付けとセッティング楽なようにしていきたいです。窓の断熱も高め効率よくなるよう改良していきます。これからもいろいろ試して車中泊楽しんでいきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。